強大な皆の者をじっ敵さん、随分と固く守ってますな。正面から行くと面倒なことになりそうだ。先に城下の砦を落とすぞ。焦らせ、敵が撃って出てくるよう仕向けるのだ。何？敵に襲われている者がいるんだぞ。見捨てれば我が軍の御権に関わる。救出せよ。霊族は苦難に陥る者を見捨てはしない。決して死なせてはならぬぞ。女がのこのこ入り込んできたか。ここで仕留めてやる。砕け散れ。幽霊みたいな奴が美女に向かってるようです。操る将を倒して助けましょう。終着。我らの勢い、上兵に見せつけ。我らの力を示すのだ。なんだ。死守せねばならんな。いい調子ですわ。敵の焦る様が目に浮かぶよう。見せてやろう。城下は制圧しましたね。これで解錠してくれると良いのですが。まあ、もうそんなに。頼もしいですわ。うん、大義である。ここはどこ？こいつら何？もしかして私に男を取られた女の霊？ってバカなこと言ってる場合じゃないわ。とりあえず逃げなきゃ。怪物は打ち払った。ここは危ないよ。引くがいい。ありがとう、渋いお兄さんたち。じゃあ、引かせてもらうわね。敵も去るも、ここまで追い詰めても、裏側は。この徴兵の余裕、よほど肝が据わっているのか。それとも。本陣を狙うとは卑怯だ。誰か冥族に加勢せぬか。この増援を待ってたってことですか。炎章さんを撃たせるわけにはいきませんな。もしかして苦戦してる？仕方ないわね。今度は私が助けてあげる。共にいざ参る。あの方は先ほどの女性。お一人で大丈夫でしょうか。進軍を止めよ。美しき姿、一体何者だ。敵の目は私に釘付け。今のうちにやっちゃって。なんと鮮やかな手腕。この魅力、魔性というほかあるまい。足止めは長くは持たないわよ。さあ急いで。あんな風に男性を魅了するなんて品がありませんね。私のやり方を見せてあげますわ。張り切ってますわね。私も遅れが取りませんわよ。お前の地位、日々磨かれているな。あら、きらびやかで素敵。きっと高貴な方なんでしょ。私、実は困って。おお、見ただけで気づくか。
やはり冥族の意向は万国共通よ。ダメね、話を聞いてないわ。狼楽の仕方間違っちゃったみたい。お前の美貌が我が軍を救ってくれた。ぜひ名を聞かせてほしい。私は小少女、よろしくね、素敵なおじさま。おじさま。私の笛を聞いても理性が保てるかしら。心が現れるような美しい音色、もっと近くで聞きたい。いざ参る。英国の美女たちが門をこじ開けちまいましたね。残るは本陣の門だけです。敵を一掃するのみ。さすれば大将も出ざるを得ない。竜となっていた。とどめだ。通りたきこれを倒していけ。本陣に近づけん。せめて敵を少しの間油断させられれば。私が今果たすべき使命は我らの力を示すのだ。なるほど。戦の不良をお慰めしましょう。皆様、この朝鮮の舞をご覧ください。なんて美しい舞だ。戦いの最中だというのに心が穏やかになっていく。感謝しますよ、朝鮮さん。さて、今のうちに城内の敵を片付けますか。ここまで来るとはご苦労なことだ。だがその努力は無駄骨に終わる。あら、ずいぶんな言い方ですのね。そのお湯、果たして最後まで保てますかしら。竜となっていた。とどめだ。腕は認めてやる。大義である。その笛の音、竜とならん。心に沈む。お褒めに預かり光栄ですわ。鬼の心、もっととろけさせて差し上げましょうか。それは遠慮いたす。冥族にふさわしき花のある勝利だ。冥族の勝利、むしろ美女たちの勝利と言うべきだろう。彼女らのような軍略、俺にはまず思いつきません。いい勉強になりましたよ。さっきはありがとう。